どうもこんにちは。ベランダメダカ養殖場です。僕もメダカ飼育を始めて5年ぐらいですかね。今年で6年目になるのかな。ベランダでこんな感じでメダカを飼育してるんですけれども、いいよいいよですね。自分の血統を作っていこうと思います。今年からちょっとやっていこうということなんですけれども、まあ、普通血統ってもうすでに完成された品種のメダカ同士を掛け合わせるっていうことが一般的かなと思うんですよ。まあ、完成された品種とまた別の完成された品種っていうことだから、非常にグレードの高いメダカが出るということですね。だけど、私はですね、天然のメダカからちょっと血統を作っていってやろうということで、こちらの天然野生の黒メダカ、からですね、ちょっと変わった個体を選抜して、今年から品種作り取り組んでいきたいと思います。今回ね、僕が血統を作る元にしたメダカがこちらです。本当に天然のメダカなんで、変哲もない色合いなんですけど、だけどちょっと変わってて、これ沖縄県のメダカなんですよ。正式には南メダカ琉球個体群っていうことなんですけれども、一般的には琉球メダカなんて呼ばれてたりもします。中上群 A 系統、3年ぐらい前かな、アルビノが2匹出まして、で、その次の世代から色がかなりばらつき始めたんですよ。まあ、アルビノの血が入ったということで。で、そこから赤とか赤黒とかいろんな変わりメダカが出始めてきまして。で、まあ、目的じゃなかったんで、そういった変わりメダカ弾いてたんですけど、去年の分はちょっと残しておこうと思って、それをきっかけに、ゲット化していきたいという目論見があります。これがいわゆる普通の通常食の南メダカ琉球個体群、中上群 A 系統です。まあ、本当にただの魚というか、メダカってそんなもんなんですけど、まあ面白みという意味ではちょっと通好み、マニアックな趣味になるかもしれません。本当にただの魚ですよね。まあ、だけど、ここにね、今で150匹ぐらいいるのかな。36リットルのたらいなんですけど、で、ちょっと色変わりのやつをピックアップして、また別に今年から血統化していこうという考えなんですけれども、ちょっと横からも見てみましょうか。ほい。本当にね、ただの魚ですよね。若干ゴールドっぽかったりシルバーっぽかったりっていう違いはあるものの、これがね、元になる普通のメダカです。何の変わり映えもない魚、ただの魚。中上群 A 系統の変わりメダカ、こちらに入れております。まあ、81姿勢、まあ、今原っていう仮の血統名はつけましたけど、ちょっと餌あげて浮いてきてくれるかな。まあ後でじっくり見ていきますけど、ここにね、5、6匹入ってるんですよ。アルビノが絡んだ変わりメダカなんですけど、まあ純血ですからね、中上群 A 系統っていう産地も血統名もしっかりしてる天然のメダカからの品種だから、自分としてはそこに価値を感じるんですけど、今年から2、3世代つなげていけば、ある程度の特徴は維持できると思うんですけど、ぼんやり浮いてきましたけど、やっぱり天然のメダカだからだいぶ警戒心強いんですよね。
これがそうですね、中上郡永系統の琉球メダカでアルビノが出てから2世代後の子たちです。まあ、1匹赤黒のブチがいたりするんですけど、まあ、これに関しては赤だとか赤黒とかそっち方向で改良を進めていこうかなと思うんですけど、まあ、赤といっても楊貴妃みたいな鮮やかな赤ではなく、あくまでも赤茶色っていう自然な感じですけど、まあ、ここから人工的な魅力を乗せていければなと思ってます。これね、完全に純血の琉球メダカですからね。うん、まあ赤黒というね、若干ヒレにも朱色が乗って雰囲気出てきましたけど、あ、一匹光体形がいますね。尻尾が三角形、これね。まあこっからですね、2世代3世代かけて作り込んでいきたいと思います。これが81姿勢、まあ、今原琉球メダカの中上郡永系統。琉球メダカはもう一産地飼育してまして、このたらいなんですけど、これで一時300匹ぐらい飼育してたんですけど、さっきのとはね、産地が違うんですよ。系統も全く違って、国上村北 C 系統、まあ、国北 C 系なんてうちらの界隈では呼んでるんですけど、まあ、全く面白みのないただの魚色から、5、6匹ぐらいかな、やっぱりちょっと変わったんが出たんで、今年から違う容器で選抜交配かけていくといった感じです。これね、国頭村北 C 系で81姿勢戸隠天っていう風に仮の名前をつけてます。浮いてきたけどすぐ隠れる。やっぱり天然のメダカの血統だから警戒心すんごい強いね。こちらが今年選抜交配にかける琉球メダカ国頭村北 C 系統です。これに関してはね、アルビノが絡んでないので、そんなに面白みはまだ出てないですけど、まあ頭に黄色が乗ったり若干体色が明るい色のみを選抜しました。こんな感じですね。まあ、ヒメダカを作ろうっていうね、とりあえずね、あれもアルビノ絡まないと難しいかもしれないですけど、まあ、さっきの中上郡 A 系統とは全く違うアプローチで、アルビノを絡ませずに単純に色の目立った子から選抜かけていくっていうコンセプトが国上村下あ市系国上村北市系です。ああいいですね。これもヒレが若干朱色が乗ったりして、オレンジかな、朱色までいかないですね、乗ってますんで、それ系を追求していこうかな。まあ、べっ甲色みたいなねイメージですけど、まあ、今回はこんな感じで、飼育5年目にしてついに自分の品種を作ることに挑戦いたします。まあ自分なりの面白みというか、天然のね、南メダカ琉球個体群で産地血統ともにしっかりしたものから作っていくわけですから、もう完全に一からやっていくっていう作業なんで、ここまでやる人もなかなかいないでしょうから、ちょっと面白いかなと思ってます。今回はどうもありがとうございました。レランダメダカ養殖場でした。またね、バイバーイ。